こんばんは。ちょっと今日はですね、FIFA22 を買いましたので、早速やっていきたいと思います。一応前の FIFA21 同様、監督キャリアでね、無事にガンバ大阪の監督に就任しました。1時間後解任されるに1しようがね、いや、解任されへんよ。チアゴ今、チアゴね、多分いない。田島、山本、シュテゾン、小野瀬、宇佐美、ペレイラ、パトリック、白井、チアゴアブスおらんわ。最初のシーズンなんで移籍をしたいと思います。谷浩生、柿谷はいらんわ。ムバッペ取れるか、俺。あ、アデミューソンだけ取ろうかな。ちょっとアデミューソンだけちょっと探して。中国のアデミューソンおらんか。中国2部ないみたいですわ。アデミューソンだからいないっすね。今度もね、J2 ないからね、多分いないんすよね。あ、ウィジョ、じゃあウィジョにしますか。ウィジョだけ取りますね、じゃあ。国がフランス、ボルドー、ファンウィジョ。ファンウィジョだけ取ります。選手が移籍に前向きではありません。移籍に前向きではありません。ウィジョ取れません。現実同様かも。おい、最悪やん。どうすか、じゃあ無理やな。誰がいいかな。一人だけ取って、ちょっとやりたいな。一味方、鈴木武蔵、リッツ。堂安ね。堂安ありやん。おった。堂安リッツ。いや、どうはもう遺跡に前向きじゃないわ。遺跡に前向きなやつおらんやんけ、ガンバに。いや、倉田にオファー来とる。倉田、キムヨンゴン、宇佐美にオファー来てた。知らんまに。なんか縛る、オファー全放出。あー、なるほどね。あー、それいいな。いや、オファー結構来るからな。メッシーのね。メッシーの探すか。メッシーの言った。まあ、イエナガも言っとく、うん、ジェソクね。フリーで選手獲得ってどうやってやるの。遺跡状況からフリーエージェント選びます。なるほど。フリーエージェント一旦検索してみましょう。フリーエージェントで検索かけたらゲーム止まりました。ゲーム固まりました。動きません。なんでやねん。フリーズしましたよ。誰ですか、フリーエージェントで。フリーの選手獲得しろって言った人、前に出てください。再開されてます。 FIFA も固まって、YouTube も落ちたみたいです。もう一回今最初の日に戻ってるんですけど、だから未だオファーとかも一個も来てない状況ではある。補強もそうだけど、縛りを守れ。縛りって何にします。右利き全員放出して全員左利きとか。あー、現実のガンバを再現する。負けるやないか、ずっと負けるやんけ。アンダー24縛り。あー、なるほどね。若手縛り固有少ないから思んなかったりする。あー、オファー来たら放出は結構オファー来るよね。ガンバじゃなくなるけど。アカデミー出身選手縛り。まあ、これが一番いいか。それにしようか。ガンバアカデミー出身縛りで。で、あ、だから、オファーも、例えばもう、宇佐美にオファー来たら出さないですけど、小野瀬にオファー来たら出します。なるほど。アカデミー出身じゃないんで。その縛り、J2 ない時点できつい説。そうか、J2 がね、ガンバ系が多いからね。なるほど、なるほど。ガンバアカデミー出身選手をリストアップしていくか。もうとりあえず堂安、鎌田ね、林、本田圭佑。ああ、あれ本田おらん。え、本田おらんやん。初瀬ね。初瀬や。あと誰。あ、メッシの、ベジクタシュから130万ドルでトレードで現庄司を獲得したいというオファーが来ています。いやー、しかし現庄司はガンバジュニアユースなので拒絶します。なるほど。確かに4様取られたらきついな、これ。4様取られたらきついと言ってる矢先に、アルメリアから175万ドルでキム・ヨンゴンを獲得したいという合意やな、これ。ちょっとでも移籍金残せるようにちょっとやってみよう。175万ドルって安い。これライドミーですね。ニューライドミーです。今日はよろしくお願いします。この場をとっても楽しみにしました。さあ始めましょう。キム・ヨンゴンの移籍金として175万ドルを喜んでお願いします。この額で同意してきました。さすがに安いな、これな。トレードをしてみようか。このダニエル・カリーコみたいな選手だったら、くれるなら全然いいけどな。32歳で76、ね、すごい強い。一回トレード提案してみようか。女の人やねん。わかりました。その行き先を決めます。そしていいの、これでいかがでしょうか。ボルテージの追加には納得できません。別の選択肢は、ああ、これはセーフ。これちょっとなんか縛りをしっかり決めた方がいいな、うん、完全だから。じゃあ、うん、もう来た瞬間に、うん、
受諾でいいですか、じゃあ。もうそうせざるを得ない。うわ、めちゃくちゃ運やん、じゃあ。高い金要求して交渉を決裂するのはやめてよって。確かにね。とりあえず、まあ、初瀬亮の最終レポートができたんで、初瀬を取りたいと思います。この選手は放出できません。チームのこのポジションの層が薄すぎます。鎌田は、薬金高すぎて払えません。相手先のクラブを売却するかもしれません。堂安も選手は移籍に前向きではありません。なんやねん、このゲーム。全然何もできへんやんけ。林大地はいける。交渉はできる。今のところ取れんの林大地だけっぽいわ。鹿島アントラーズが2年間で水木林の獲得に興味を持っているそうです。これはだから、ユースですから。拒絶でいいんですよね。元ガンバ縛りまで緩めないときつい気が。じゃあガンバ縛りでいいですか、じゃあ。獲得に関してはちょっときつそうなんで。で、オファー来た場合は、オファー来た場合はどうする？オファー来た場合どうしたらいいですか？ゲームマスター。オファー来たら出すけど、連れ戻すならいいんじゃない？オファー来たらもう提示された金額で放出。弱小クラブらしくオファー全部出そう。OK。じゃあもうオファー来たら全部出すからね。で、まあそれを連れ戻すのは全然ありと。めっちゃ嫌やな、でも。多分それ精神に来る。確かにな、なんか今。あー、来たかも。うわー、うん、FC ソウルが295万ドルで入れ口を獲得したいそうです。マジ？マジで？もう、OK するしますよ、皆さん。いいんですか？いいんですね。入り口を放出した男として、罵られませんか？まあ、取り返しはいいからな。うん、さよなら、入り口。入り口洋介が移籍しました。悲しみのキャリアモード。波乱すぎるやろ、まず入り口がもうおらんくなるっていう。内田優斗ね。はい、じゃあ、内田優斗を取りたいと思います。ナイス国務長官。内田優斗獲得しました。皆さんありがとうございます。ほんまに AFC ボーンマスから390万ドルの移籍金でジェイドン・アンソニーとのトレードでコウスケ・オノセを獲得して、きついわマジで。金しんど、いやきついわ。オノセも井出口も。オノセきついけど、まあ、しゃあない。でもトレードで、ジェイドン・アンソニーが来てくれるらしいけど。うん、じゃあ合意しますよ。ルールなんで。さよなら、小野瀬。しんどいな、これ。入り口、小野瀬いなくなって。大丈夫か、俺。どんどんガンバが変わっていきます。もう、これはガンバだね。ガンバで始める必要があったのかという。ちょっと、てか、入り口と小野瀬がいなくなってるので、メッシのを取っといた方がいいと思う。別にこれメッシの取る分にはいいんでしょ。いや、レンタル中やから無理なんかや。なんやねん。林大地を取るわ、じゃあ。まずチームで彼の役割から決めましょう。メッシのはね、主力選手ですね。中心メンバーの一人として、はい。いかがでしょう。素晴らしい。はい、メッシの取りました。あ、じゃあ林大地。さあ、ラストの移籍です。オファー来んなよ。来んなよ。終わった。トラプソンが230万ドルでゲンタ三浦を獲得したいようです。もうええわ。もうちょっとやばいな。センターバック取らないやばいな。これセンターバックでガンバの人おらんかったっけ。他今いる人で2はね、2は絶対おらんよな。おらん。元ガンバでもいい。ジェソクセンターバック欲しいな。岩下おらん、もう引退したやん。タビナスも J2 やろ。キム・ジョンヤか。キム・ジョンヤはおるか。あれ、キム・ジョンヤって今どこ？まだ仙台ですか？今、藤枝なんや。J3 なんや、今。ほな、あかんやんけ。荒木ね。荒木ガンバジュニアユースですもんね。荒木はいるでしょ。荒木ええやん。これに狙いを定めよう。ただ、移籍の時間が間に合うかわからんけど。無理やな、多分これ。あと1時間しかない。終わってもうた。お、小野瀬、決裂してる。お、三浦も決裂してる。え、これは俺関係ないですよね。合意に押しただけやで。これはもうセーフでいいですよね。俺がやったわけじゃないから。おめでとうございます。ありがとうございます。決裂残留あんねやったら、まあええな、じゃあ。時間ギリギリだと、あ、そういうことね。なるほど、なるほど。だから、内田優と林大地を獲得して、入り口を放出したという。意外といい補強をしたんじゃないでしょうか。じゃあ、開幕戦まで、これちょっと飛ばします。しかもいきなりダービー。さあ、記者会見。
FIFA で唯一収録されてるの J のスタジアム衰退してるらしいですね。開幕戦が速攻のダービーということで、今年は野心的なクラブがいるのが優勝を狙いますかと。このチームの選手たちは最高です、自信はありますよ、今年はきっと優勝できるはずです。とりあえずちょっと試合まで行く感じでチーム編成をねさせてもらいます。東口、庄司、キム・ヨンゴン、高尾、藤原、奥野、チュセジョン、小野瀬、宇佐美、シウバ、ペレイラ。一応じゃあ林大地は入れとく。この遺跡の目玉林大地、まあ、とりあえずこんな感じで開幕戦は行きたいと思います。ゲーム設定がワールドクラスで行きたいと思います。アウェー大阪ダービースタート。ダービーですよ。今日もスタジアムには注目の一戦を迎えます。長いスタジアムではないけど、なんか続々と詰めかけました。セレッソのこれをガンバ大阪と戦います。誰やねんこれ。この新シーズンの幕開けの雰囲気はこれ誰や。味わってもいいもの。セレッソのスタメンが発表されてますね。清武とアダム・タガートのツートップ。ガンバのスタメンはゴールキーパー東内、エース藤原、キム・ヨンゴン、庄司、高尾、奥野、チュセジョン、宇佐美、シルバ、小野瀬。フォワードがペレイラとなってます。さあ行きましょう。キックオフ。楽しみな試合が始まります。セレッソにね、もう負けてばっかりだよね。フィファだけではね勝ちますよ本当に。やばいかも。中の味方にいいクロスが入ります。ちょっと危ない。これはちょっとキーパーに近すぎましたね。宇佐美からシューバーに展開。シューバー、シューバーっぽい。シューバー、シューバー、シューバー。おい、なー、小野瀬康介ファーストゴール。シュートは惜しくもキーパーに弾かれてしまいました。しかし全然ね、正直ワールドクラスとかね、あんまり僕の念かかってしまえば敵ではないですね。開始早々のすごさゴールでね先制しました。全然似てないけど 1-0 やで。おい、これ誰や。犬よるやん。ここから狙うのか。まずいよ。クリアして相手のチャンスを断ち切りました。犬応援してるやんけ。宇佐美応援せよ。やばい、坂本や、坂本や、坂本やばい、坂本や、やばい、坂本対藤原。中に入れたいところです。いやー、嫌なとこに入れられた。ナイスキーパーに答えたいですね。いやー、ナイスキーパー。あー、やばい、やばい。あー、クリアが小さい。犬井、まずい。キープねー。マジ東神めっちゃ似てるし。オッケー。ここで開幕戦大阪ダービー前半戦1対0で折り返しました。どんだか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 。1-0 で勝っているのに、ね、山本選手入れてきます。雨降ってきましたね。うん、松並動きます。後半はガンバ大阪のキックオフで始まります。小野瀬がもう躍動、移籍するかとね思われてましたけどもね、なんとね松並さんを男にしたいという理由でね残留してくださいました。あのこの世界戦ではそうだったんです。はい、ここで選手の交代です。より攻撃的にいくということでしょう。ここで、原川に変えて、ちょっと聞いたことない外人が入ってきましたね。中に入れまずい、まずい。あー、うまっ、うめっ、ちょっとうまっ。これ誰や、清武や、清武や。いや、これはさすがの東でも無理でしたか。はい、解任、解任やな。いや、1-1やろ、まだ 4-0 で負けても返されんか、返されば。ちょっとここで、松並動きます。新加入の林大地ツートップにしますわ。林とペレイラをツートップにして、一応、矢島か。奥野に帰って矢島。同点に追いつかれて不満げな様子です。
ゴーゴー矢島。林大地。新加入林入りました。ここで以上見せるか。あ、対戦金のゴールを期待してます。サイドを返す。さあ次はどうする。ガンバ、ガンバ名物。ガンバ名物の地高からのカウンターぐらいの。やばい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 。気をだけ。オッケーオッケーオッケー、まずいよ。ナイスキーパー、本当にナイスキーパーありがとうございます。本当すみません、マジでナイスキーパー。ちょっとね、ボール取れんほんまに。ワールドクラス。東口がセーブ。相手のマークがついています。入れば1点リード。残り時間がほとんどありません。おそらくダービーの決勝ゴール。これはやらかしちゃやばい。手が回れてるといいな。選手は持ってます。ツイッター荒れてます。やばいやばいやばい。これはやばい。これはマジでやばい。これはやばい。やっちゃいましたね。これはあかん。あそこでボールを持ちすぎたから。これはやばい。そもそもの原因は相手が寄ってくる前にパスするかクリアすべきでした。浜口監督会議の、うわー、あーすごい怒ってる。ここで試合終了のホイッスル。勝ち点は得られません。アウェーチームの敗戦です。うん、あまりいいところなく終わった開幕戦ですが、シーズンは始まったばかりですからね。今もうこの敗戦をあまり気にせず。Yeah.